離乳食を食べている赤ちゃん離乳食は乳幼児に対して栄養源を母乳やミルクから切り替えるための食品。離乳とは乳中栄養から幼児食へ移行するとともに食物を咀嚼する接触機能が発達する過程を言う。米国のガイドラインが定める乳児に離乳食を導入する最適な時期は大幅に変わってきており、1958年の ガイドラインでは3ヶ月から、固形食、1970年代には4ヶ月後半から、1990年代になって6ヶ月からの導入に落ち着いた。日本では1966年に出版された、ベンジャミン・スポックの、スポック博士の育児書の翻訳書で、生後3ヶ月から、オートミールの離乳食を与えることが推奨されていた。1980年に、 厚生省が離乳ガイドラインを作り、母子健康手帳に5から6ヶ月から離乳食を与えるよう記述された。2019年3月の厚生労働省の授乳、離乳の支援ガイドでは、いつまで入住を継続することが適切かに関しては、母親等の考えを尊重して支援を進めるとされている。離乳食を供する期間を離乳期という。期間としては、 個人差もあるが4、5ヶ月から1歳半くらいまでに離乳食を完了させ、通常の食事へ移行させることが一般的である。また、離乳期は乳幼児の月齢や食物の状態により、ごっくん期、もぐもぐ期、かみかみ期、パクパク期と分類される。この区分には含まれないが、離乳準備期と言われる期間もある。月齢はあくまでも目安であり、 子供の発育状態などによって進め方は異なる。早く完了させたいからと次の段階に無理に進めると、下痢を起こしたり食事への興味を失ってしまうことがあるので注意が必要である。世界保健機関のコンプリメンタリーフィーディング、ファミリーフーズ4ブレストフォ s for Breast Fed 2000では離乳食ではなく保管食の概念を用いている。赤ちゃんが成長し、 より活発になるにつれて母乳のみでは栄養必要量を満たすことができない。そのため母乳の栄養量と子供の栄養必要量の差を満たすために必要なのが保管食であるとしている。離乳に入る前の準備として果汁や麦茶、野菜スープなどをスプーンで与えるに由来する。味付けはせず果汁はみかん、 リンゴ、イチゴ、スイカ、モモなど、酸味の少ない果物を絞り、湯ざましで薄めて与える。ただし、糖分を多く含むため果汁を与えることの是非については、国内外で論議を呼んでいる。母乳やミルク以外の味やスプーンに慣れさせることが目的である。月齢2から3ヶ月頃から与えて良いが、子供が嫌がるなら、無理強いはせず、機嫌の良い時に与えるようにする。 月齢の目安は5から6ヶ月。舌で食物を喉の奥に送り、飲み込めるようになる。潰しかゆやすりおろした食品など、噛まずに飲み込めるドロドロ状の食事を与える。目安は、ポタージュの硬さである。授乳回数を1回減らし、離乳食に切り替える。子供にとっては、初めての食品となるので、一さじ与えることから始め、徐々に慣らしていく。 魚類は白身魚のみ、肉類は飲み込みにくいため控えた方が良い。油脂や塩分、糖類などの調味料は控え、極力素材の味のみで与える。月齢の目安は7から8ヶ月。舌の動きが活発になり、舌を前後、上下に動かし、顎と舌で食物を潰せるようになる。硬さの目安は豆腐の硬さである。授乳3回。 離乳食2回が1日の目安である。魚類は赤身魚も与えられるようになる。肉類は脂肪分の少ない取引肉がよく用いられる。油脂や調味料も用いて良いが極めて薄味にする。月齢の目安は9から11ヶ月。舌の動きがさらに活発になり、前後、上下、左右に動かす。 舌で潰せない食物を歯茎で噛み潰せるようになる。硬さの目安は、バナナの硬さである。授乳2回、離乳食3回が1日の目安である。穀類は、上場から南半に移行し、全卵も少量から与えて良くなる。また、子供が自分で手を出して食べたがる行為も、この頃から見られるようになることがある。月齢の目安は11から15ヶ月。 舌が自由に動かせるようになり、また、歯も生えてきて、接触活動が活発になる。食物の硬さは、噛みカみキよりやや硬い程度で、目安は、肉団子の硬さである。この頃から、母乳や、粉ミルクではなく、フォローアップミルクに移行する場合もある。穀類は、南半から、大人と同じ白半が食べられるようになる。 大人の食事から取り分けたものを食べさせても良いが、基本は薄味にする。食物アレルギーの発症の危険や、消化能力の発達、免疫の発達などを緩和にし、特定の時期まで与えてはいけない、もしくは控えた方が良い食材、食品もある。ただし、学会、有識者、地域や、家庭独自の教えなどで、果汁は6ヶ月まで与えない方がいい。 バナナは一切まで与えない方がいいなど、時代や場合によって与えていけないと言われる食品の内容は異なる。万が一の事故やアレルギー疾患を予防するためにも、子供の状態を見極め、医師や保健所などの適切な指導を受けることが慣用である。数多くのメーカーから、レトルト食品や瓶詰めの離乳食が市販されている。主にスーパー、ドラッグストア、 コンビニなどで販売されており、離乳期別に、硬さや適切な栄養バランスが整えられている。食器がついているものもあり、外食時や旅行時に便利である。また、一部のファミリーレストランでは、離乳食をメニューとして供しているところもある。離乳食後期、完了期から行う手づかみ食べは、赤ちゃんが食べ物を目で確かめて、手指でつかみ、 口まで運び口に入れるという目と手と口の協調運動であり、接触機能の発達の上で重要な役割を担う。目で食べ物の大きさや形を確かめる。手でつかむことによって食べ物の温度や硬さを確かめるとともに、どの程度で握れば適当かという体験を積み重ねる。口まで運ぶ段階では、指しゃぶりやおもちゃを舐めたりして、 口と手を強調させてきた経験が生かされる。ABCD 第三章授乳、離乳の進め方。佐賀県。2020年3月20日閲覧。いつから、離乳食を始めますか医薬基盤、健康、栄養研究所。2020年3月20日閲覧。ABC 授乳、離乳の支援ガイド。 授乳、離乳の支援ガイド改定に関する研究会。厚生労働省。2020年3月20日閲覧。保管食、母乳で育っている、子供の家庭の食事に1006。日本ラクテーションコンサルタント協会。2020年3月20日閲覧。厚生労働省、授乳、離乳支援ガイド。42から53ページ。ありがとうございます。